秋ですですねですねってどうした急にカリン行儀になって <laughs> ごめんごめんそうだね一郎じゃないのそうだね一郎おいおいなんだ準備できてない感じかごめんごめんなんかあんまり九月ちょっと秋っぽくなかったから早いねやっぱりまあ確かにあの暑かった か,うん、からかな、ね、でも本当人間、まあ俺犬だけど <laughs> いい加減なもんですが、うん、あんなに猛暑だった日々をもう忘れてるわえすっごくわかる、うん、ね思うよねいやでも忘れるっていうのも才能ですよいやそうだよねうんなんかね、嫌なことがあるじゃないうん、うん、それを ずっとこう、思い返しちゃう人がいるらしくて。おうおうそれがストレスの元になっているっていうことが結構あるらしいよへ。あのさ、私、えっと、解雇とのロケで台湾に行った時に。うん、あの有名な占い師さんがたくさんいる場所に連れて行ってもらって。うん、で、オンエアでは高原さんの結果しか、こう放送されなかったんだけど。その時、私も見てもらったんね。ほ<う>で、その時言われたのが、えっと、何歳になっても <laughs>。 綺麗って言われて。綺 <laughs> 麗、えー、っと、まあ、それなりにお金もある。えー、っと、だけど、忘れっぽいっていう。<ー>うん、って言われたでも、綺麗って言われたことはずっと覚えてるの、ね。覚えてる。記憶力良くないのに。<laughs> そうね。そっか。でも、忘れっぽい方が、だから、いいんじゃない、うん。うん。って思った。<ー>でも、なんか、それこそ、こういうフリートークの時とかも。 ああなんか過去にこういういいエピソードがあるのに今出てこないとか結構よくあるからそれがねうん悩み俺みたいにこう犬設定を忘れるよりはいいんじゃない <laughs>、うん、そうなんで皆さん温かく見守ってくださいね一郎、はい、のことね明日のチョコミラ秋にちなんだクイズやりますんでお楽しみに